の選手のクイズはこちら。この選手は経歴見たら分かっちゃうと思いますので、ぜひ登録だけで予想してみてください。答えは動画の最後にあります。皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は1月15日からやってきたバイエルムンヘンビッグタイムレベマ比較やっていきたいなと思います。予告されていたヤバすぎるガチャやってまいりました。実は今週ですね、バイエルンビッグタイムと同時にプレミアリーグのエピックも搭載されました。いや、さすがにユナイテッド香川さんはテンション上がるし、ちゃんと強かったですね。こちらの比較動画も明日か明後日にはしっかりとしたもの全選手比較持ってきますので、チャンネル登録して少しだけお待ちください。まあ、サクッと見た感じはさすがにバイエルンビッグタイムの方が引くべき優先度は高いなって思いましたね。ということで今回もこんな評価でハイライト含めた11名全員やっていきますので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツゴー。まずはハイライト8名から見ていきます。第8位、 A 評価シュポモティング選手。オフェンスセンスと空中戦が強いターゲットマン。今回超強化枠で過去版の中では最強のシュポモティングになってますね。人は選びますけど、クロス多用する方には十分使い道はあると思います。もうちょいスキル欲しかったかな。第7位は A プラ評価ハリー・ケイン選手。現実ではバケモンじみた活躍をしているケインが今回超強化枠で登場。ただやっぱりゲームだとその強さを表現しきれない部分はありますよね。やっぱりね、どうしても足が遅いんだよな。ただ得点能力は抜群なので、とにかくフィニッシャーとして使ってあげてください。過去版は3枚での比較、丸1丸2乗り換え、丸3はスルーパス持ちなので悩みますけど、僕だったら能力考えて乗り換えちゃうかな。パス系重視する方は乗り換えなしでもいいと思います。丸4乗り換えなし、丸5丸6乗り換え、丸7乗り換えの丸8丸9乗り換えなし、まあ、僕の意見は一旦こんな感じですけど、特に習慣との比較なんかはスキル能力何を重視するかで乗り換えるかは変わってくると思いますので、最後は自分で判断してみてください。第6位、 A プラ評価デリフト選手。デリフトはね、ディフェンス10振りでもここまで能力上がるし、フィジカルと守備能力はハイレベル、スキルの完成度もピカイチですね。ライブアップデートいいタイミングであればガチスカもワンチャンありますけど、まあ環境的に考えるともうちょっとスピードは欲しかったですかね。丸1丸2丸3乗り換えの丸4乗り換えなし、後半は全部乗り換えでいいかな。今までのデリフトの中ではレベル上限高くて優秀な部類だと思っております。第5位、 A プラ評価にゃぶりにゃぶりにゃぶり選手。今回のねバイエルンガチャ、ハイライト8名搭載中4名が超強化枠なので、バイエルンスカット作ってる方からするとたまらないガチャになってますね。このにゃぶりもめちゃめちゃいい能力はしていて、ドリブル全て90超えの瞬発92、ポリコン91に逆圧精度最高なので、ドリブルの加速とかボールタッチの細かさはすごく良さそうですよね。まあ、ダブルタッチとかが標準装備されてればもっと評価上がってた気がしますけどね。あとはスピードがちょっと低いのと波大きいなのがネックですね。で1連立ってるので丸1丸2は乗り換え安定で、丸3はねドリブルだけ見れば今回なんですけど、まあ、ダブルタッチもついてたし、個人的には丸3推しかな。後半に関しては丸4丸6乗り換えの丸5の習慣はラインブレーカーかつセンターフォワードもできましたので、両方残し安定になると思います。第4位、ここからが A プラプラ評価マチステル選手。まあ、テルはね今回特別何かが強いってわけじゃないですけど、安定の強さって感じかな。スピード90、瞬発95にドリブル91、足元しっかり振ってあげれば全部85は乗ってきますし、足元ちゃんとある爆速ラインブレーカーって時点ですごく優秀ですよね。こっからスーパーサブかなり魅力的なんじゃないかな。エラシコつけて特殊ダブルタッチなんかにしても面白いタイプだと思っております。で今回レベル上限高い分足元かなり強化できるので、その分強くなってますよね。丸3だけは習慣でプレイスタイルや本適性変わってるので注意ですけど、基本的には過去最強でどれからも乗り換えちゃっていいと思います。第3位は A プラプラ評価ウパメカノ選手。ウパメカノといえばディフェンスセンス低い問題だったんですけど、なんと今回12振りで90突破、いい感じじゃないですか。このディフェンス能力とフィジカルありつつ、スピード88、環境トップクラスに近い性能ですよね。スキルの完成度も言うことなしなので、スキル追加なしで即戦力級だと思っております。まあ不安要素で言うとスタミナ、身長、足元、この辺りになりますかね。当然今までの中でも過去最強、どれからも乗り換えちゃってください。第2位は S 評価コンラド・ライマー選手。今回右サイドバック型とバランス育成型2種類作ってまいりました。まあ基本的にはこの右サイドバック用育成が一番おすすめになりますかね。スピード90、スタミナ97ありつつ、このディフェンス能力、フィジカルもサイドバックとしては十分高いし、無事にスタイルバックでも問題ないよって方であれば間違いなく右サイドバックのガチスカ候補に入ってくると思いますね。ただ右サイドバックで使えば
合はブロッカーエアバトルまでのスキル追加はちゃんとつけてあげてください。で、中盤想定でバランスよく育成するならこんな感じかな。総合値はこっちの方が伸びてくるし、普通にこっちの育成も強いと思います。で、今回って無料配布されたハロウィン版のほぼ上位互換で、丸1のツアー版とは能力ほぼ同じでレベル上限も変わらないんですけど、 BMF 適正とチェイシングの追加を考えたら今回に乗り換えちゃっていいと思います。さあ、そしてハイライト第1位は S 強化ノイアー選手。いや、ハイライト一番のサプライズはこの選手じゃないかな。 e フットボールのおすすめで育成すると総合値も100乗りますので、リバイ重視のバイエルンスカットとか作ってる方はおすすめの育成ってのも検討してみてください。で、今回超強化枠ってこともあって結構えぐい能力してますよね。193cm でゴールキーパーセンス90のコラプシング90にリフレクティング95、強くないか。これでスキルも完璧なので普通に環境トップクラスの性能ですよね。攻撃的ゴールキーパーっていうのもチェックと差別化できてすごくいいと思っております。いや、過去版とは比べるまでもねえよこれ。ということで、まあハイライトはやっぱりバイエルン安定して豪華ですね。特にノイアーなんかは今までとは別格に強いので、能力高い攻撃的ゴールキーパー欲しい方とかノイアー好きな方はビッグタイムに追加してこのノイアーも追ってみてもいいんじゃないかなって思いましたね。ということで、ここからエピック3名見ていきましょう。まず1人目は S 評価アルフォンソ・デイビス選手。最大総合値型とおすすめ育成型2種類作ってまいりました。まずは最大総合値型、ブースターはアジリティで最大総合値101、サイドバック想定ならこの育成でいいと思いますね。ちなみにこれ余談なんですけど、今回の背景って各選手がデザインしてるんですけど、デイビスってさ、なんか一番可愛い系の背景描きそうじゃないですか。なんならいっちゃんおしゃれで、おすすめのですね育成こんな感じになります。いや、でね、デイビスはねどこで使うか結構迷ったんですけど、まあ、サイドバックだと守備10振ってもやっとディフェンスセンス70到達って考えると、ディフェンスセンスちょっと低すぎる気がするんですよね。なので今回はがっつり左ミッドフィルダー想定でドリブルにもしっかり振ってました。これで左ミッドフィルダーの裏総合値102になりますし、スピード101の瞬発100、これちょっとロマンありませんか。とにかく縦突破からクロス要因って感じで使っていただけるとデイビスの強み活かせるんじゃないかなって思ってますね。まあ、ただスキル追加頑張りたいかな。スルーパー、ワンパー、インターセプト、ここまでは必須でつけてあげてください。まあ獲得必須って感じではないですけど、間違いなく尖った能力はしてるので使ってて楽しそうな選手ではありますね。過去版の中では当然過去最強、パス数値伸びてるのもサイドの選手としてはすごくいいですよね。習慣とかよりも強化度だいぶ高いので、どれからも乗り換えちゃってください。さあ、そして2人目は SS 強化キミッヒ選手。今回ですね、2つの育成持ってきて、1つ目がもうおすすめの育成ですね、2ボランチ想定で最大総合値の育成と、もう1つはサイドバックの育成持ってまいりました。で、こちらがですね、もういきなりおすすめになるんですけど、ブースターシュートで最大総合値102、この能力でレベル上限37がやばすぎますね。まあ、ちょっとブースターシュートっていうのが噛み合わなかったところは正直あるんですけど、まあ、逆にこれがデュエルとかだったらもうぶっ壊れもぶっ壊れだった気はしますね。で、そうだ、ちょっと改めてここで遅くさせてほしいんですけど、このキミヒ SS に今回したんですけど、この前来たバルサビッグタイムのデヨングも SS でよかったですね。週刊復刻の動画でも補足しましたけど、もう一度ここで補足させてください。デヨング強いです。で、今回このおすすめ育成は2ボランチ想定で作ってました。いや、あのね、どこで使うのがいいと思いますか。皆さん、ちょっと皆さんの意見も聞かせてほしいんですけど、今回のキミヒって OMF もできるんですよね。なので無印の OMF っていうのも一つ選択肢には入ってくるんですが、まあ、OMF で使うなら、まあ、他でいい選手いそうかなっていうのもあったので、まあ、そこは意識しすぎずに今回は2ボランチ型とサイドバック型2種類作ってまいりました。まあ、とはいえ OMF できるっていうのは今までのキミヒとまた違った観点になりますので、この辺りで使うっていうのも一つの選択肢には入ってくると思います。いや、でもこの能力結構えげつないか。守備もしっかりありつつ、足元あってパスも極上、スペシュンも中盤で考えたら全然低くないので、もう全体の完成度高いですよね。センターミッドフィルダーでの裏総合値も103まで上がってきます。まあ、現状の B 固定のプレイメーカーだとトップクラスなんじゃないですかね。で、こちらがですね、フレンキー・デ・ヨングとの比較になります。いや、これキミヒ強いね。守備能力はほぼ互角レベルで、逆にパス、瞬発、フィジカル面がキミヒで、スピードはデ・ヨングの方が高いって感じですね。まあまあまあ、プレイスタイル違うってのはありますけど、いや、デヨングとこの能力差っていうのはキミヒ相当強いですね。デヨングキミヒの2ボランチとかも結構ありなんじゃないかなって思ってますね。さあ、そして同じプレイメーカーの B 固定で言うと、今でもめちゃくちゃ強いレジェンダリーピルロとの比較持ってまいりました。この2人は同じプレイメーカーですけど、結構特徴はっきり分かれてるかな。攻撃のピルロ、守備のキミヒ、
ヒって構図になりそうですね。いやでもキミヒ別に攻撃面低いわけじゃないからな。その上でこの守備能力ってちょっと恐ろしいものがあるなって思いましたね。瞬発もキミヒの方が優秀ですね。でちなみにですね、サイドバックだとこんな感じになりますかね。全然いい能力ですけど、サイドバックだったらやっぱりもうちょっとスピード欲しいなって思っちゃうので、僕はやっぱりさっきの育成が一番おすすめになるかなって思ってますね。過去版との比較で言うと間違いなく過去最強、丸4の過去最強ハイライトも強いですけど、さすがに今回でいいかな。1年以上前に出たドイツパックのキミヒよりも今回のが強くなっております。さあ、そして今回のエピック3人目は SS 評価ジャマル・ムシアラ選手。最大総合値方とおすすめ育成2つ持ってまいりました。ボールキャリーの最強ブースターを引っ下げて最大総合値は101、もう説明不要ですね。でこちらがですね、僕のおすすめ育成、これでも総合値は100乗ってきますし、左ミッドフィルダーで102、左ウィングで103まで裏総合値伸びてますね。いやてかね、もう強すぎるわ。いやでもムシアラって僕も昔の習慣結構使ってたんですけど、ちょっとドリブラーとしては身長高いのと逆足の影響もあるのかな、若干ね重たい感じはあるというか、なんかでかい感じがあったんですよ。ただ今回のやつはスピード瞬発が格段に伸びてますし、ドリブルも100乗せられるので、今までのムシアラからはちょっと別次元になっちゃってんじゃないかなって思ってますね。ドリブラーとしての性能はもちろん、パスや決定力も最低限あった上で、皆さん忘れちゃいけないのがこの選手スーパーサブですからね。最強クラスのスパサム2列目間違いないと思います。ちなみにこの能力だったらスタメンで使っても全然いいと思いますね。あとスキルの完成度もねかなり高いんだよな。まあ、追加するとしたらワンパウトスピンは必須として、エラシコつけて特殊ダブルタッチにするか結構好み分かれるかな。僕ねカカ特殊で使っててかなり気に入ってますので、僕は多分ムシアラつけると思いますけど、まあ、この辺りは好みになってくるのかなってところですかね。で能力的にですねかなり似てるのが、実はショータイムビルツほぼ能力互角なんですよね。ただムシアラに関しては B 固定かつこっからスパサブなので、いやーちょっとやっぱ強いね。まあ、トイレビルツも身長低かったりするので、まあまあまあお互いかなりレベルは高いなってところですね。ビルツ右のムシアラ左とかもできますし、両取りの価値は全然あると思いますね。ただまあ OMF でしかどっちも使わないよって方で、ビルツで満足してる美課金の方とかはまあ無理しなくてもいいのかなって印象はありますね。そしてですね、この前登場したクライフとの比較、ムシアラ相当能力強いっすね。逆足とかフィジカルはクライフだし、まあ、センターフォワードできたりとか性能違う部分はありますけど、推進力で言えばドリブルとか瞬発でクライフ以上の強さ、いやキミヒもいた上でこのムシアラが取れるガチャなかなかに豪華だなって思いますね。でここから過去版との比較いくんですけど、もう見てほしいのがこの丸1の習慣との比較。実は今回ってこの習慣が選ばれた試合のビッグタイムになるんですよね。今までにないようなね登場の仕方になってるんですけど、パスとかフィジカル守備面に関してはさすが習慣バランスよく強化されるメリットは出てますね。なので全体を見るとあれ習慣強くねってなるんだけど、ただ今回スピード瞬発とドリブルがレベチなので、推進力って面で言うと今回ちょっとレベル違うんじゃないかなって思ってますね。まあ、習慣もコスパで考えれば相当えぐいですけどね。で他のバージョンからは全部乗り換えちゃっていいと思います。ということで改めてこのガチャまとめると、5段階中おすすめ度4.5でございます。美課金でも引く価値あり、最強格2列目とプレイメーカー欲しいなら引け、こんな感じですかね。やっぱりこのガチャはキミヒキムシアラのトップ2が優秀だし、ハイライトにも優秀な選手がいることを考えると、僕はねもう全然引いていいレベルのガチャだと思ってますね。前回のバルセロナ同様、このパートナー系のビッグタイムガチャはかなり豪華に仕上がってますね。まあ最近かなり豪華なガチャ多いですけど、自分の補強したいポジションと合ってる方はぜひ勝負してみてください。ただやっぱりね、まあ2ボランチ枠としてキミヒキに関しても、まあここまでで言うとエンソとかデヨングとかいい選手は出てますし、ムシアラに関してもビルツ、カカ、クライフ、この辺り取ってて満足してたら、まあ、無理に勝負しなくてもいいかな。もう最近はね毎週目玉の選手1人はいるので、まあ、うまく取捨選択しながら、本当にさっきも言った通り自分の補強したいポジションベースで選んでいただくのがいいんじゃないかなって思ってますね。ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。本日の選手のクイズはこちら、フィルミーノ選手でした。当たった方高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。